初代男爵の紋章ノリス男爵は、古いイングランド貴族の男爵位。ヘンリー・ノリスが1572年に乗されたことに、始まり、霊家を経て、現在は、バーティ家が保持する。1682年に、第5代、ノリス男爵ジェームズ・バーティが、アビンドン伯爵に乗されたため、以降は、伯爵の従属爵位として現存している。 初代男爵ヘンリー・ノリスを描いた絵画、二代男爵フランシスを描いたステンドグラスが、些細な事件から無念の自殺を遂げた。チューダー長の帝臣ヘンリー・ノリスは、王家の信頼も厚く、ワヤットの乱戦道の権威をかけられて、幽閉状態であったエリザベス王女の護衛役を務めた。エリザベス一世即位の後も、中仏英国大使といった養殖を務めた後、 1572年5月6日に、貴族院より来校とのノリス男爵として、議会招集を受けた。彼が1601年に没すると、息子のフランシスが爵位を継承した。二代男爵フランシスは1620年から、翌年にかけて、イングランド貴族爵位のバークシャー伯爵に、ボる爵すると共に、テーム死爵を合わせて授けられた。しかしながら彼は、助爵から数年のうちに、 クロスボウで自殺を試みた傷が原因で死去した。彼には、諸子フランシスがいたものの、着手でなかったため、同人の死をもって、両爵位は廃絶した。一方で、ノリスダン爵位は、議会招集による爵位であり、女系継承を認めるものであったことから、一人娘のエリザベスが、父の爵位を相続した。サンダーヨンナ、エリザベスは、エドワードレイと結婚して、 一人娘のブリジットを設けたが男子はなかったため、爵位はブリジットが相続した。四代女、男爵ブリジットが1657年に没すると、彼女の長男ジェームズが爵位を相続した。五代男爵ジェームズは1682年にアビンドン伯爵に除されて、伯爵家の子孫となった。これ以降の歴代伯爵家当主はノリス男爵を帯びており、 伯爵課着難の儀礼称号としてその名を留めている。以降の歴史はアビンドン伯爵を参照。以降のノリス男爵歴代当主はアビンドン伯爵を参照。英国人名辞典によると、初代伯爵は貴族委任内廊下でサンダーランド伯に突き飛ばされたと感じて、月光、同人を突き返したことで乱闘となり、議員は騒然となった。その結果、彼は、 フリート監獄にごく短期間収監されたが、この屈辱に耐えきれず、保釈後に、クロスボウで自らをいた。彼は二日後に、自殺の際の傷が原因で亡くなったという。五代男爵ジェームズは、第二代、リンジー伯爵モンタギュー・バーティの再婚相手である母、ブリジットとの長男。夫妻は三男カズメを設けた。よって、ジェームズと、第三代、リンジー伯爵ロバート・バーティは、 異母帝の関係にあたる。ありがとうございます。